はい、ちゃんかけです。本日はシェアサイクリングを使って千葉港の方までサイクリングしたいと思います。はい、鍵を開けました。いいですね、これで借りられます。じゃあ行こうか。はいっと、千葉港まで行きます。はい、今千葉港駅の南口、入り口まで来ました。千葉港の駅前です。閑散としてます。何が駅前だっていうぐらい閑散としてます。今日はね、自転車でボン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 段差乗り越えてますけど、 GoPro ちゃん大丈夫でしょうか。今日も空港本につけてますんで、バウンド、風切り両方対策できてます。京葉線です。いやー、悪い。この正面のおしゃれな外資店舗みたいなのが結婚式場ですね。これで一周しました。今日は GoPro を撮り始め、 GoPro で撮り始めて初めてじゃないですかね、こんなに晴れるの。このまま津波の方法に入ってきちゃいます。どうですか、簡単。おお、すごい。ラウンド。こんな感じですね。わあ、すげえ開けてるな。いいですね、港の散歩コース。桟橋下、おじさま、それでは下、桟橋方面降りてってみましょう。いいですね、穏やか。今日はとてもしばらくいつの間にかね、ここで整備されて。屋さんもできてますよ。行ってみましょう。結構入れた。ここはね、水槽がいっぱいある。
辺では人気のスポットですね。今日なんかいいよね、外を見ながらご飯食べようかな、ね、ご飯テーブルでご飯ですね。いいね、行こうかな。お、開いた開いた、すごい。ポートタワーの手元まで来ましたよ。この左側は県立美術館ですね。千葉県立美術館。今日はもうね、綺麗になって住んできて、貝がじゃんじゃん取れる、魚も全然高級魚が取れる、いい港になってるみたいですよ。うわ、すごい入っちゃって、今日あったけえもんな。何取ってんだ、いまだにポケモンやってる人がいる。ここはポケモンでもね、海辺の大きいやつが取れるんです、この先端で。で、みんなここに取りに行きます。こんな感じですね。工場だね。ちょっと公園の中入ってみましょう。
風が強いです。風が強いです。風が強いです。大丈夫でしょうか。猫だ。それでは千葉ポートタワー登ってみましょう。どうですか？お土産屋さん。ね、ってかデイリーストア？この千葉ポートタワーは千葉県民500万人突破を記念し、千葉港のシンボルとして1986年に建てられました。外観は5571枚のガラスで覆い、高さ125メートル、ひし形となっております。展望室からは千葉市内の街並みや見晴らしの良い日には東京スカイツリーや遠く富士山までご覧いただけます。また日本夜景遺産に認定された夜景もお楽しみいただけます。3階には展望レストランシーガルキッチンがございます。2階には恋人の聖地のモニュメントや愛の南京錠がございます。なお4階から2階までは階段もございますので、エレベーターと合わせてご利用くださいませ。まもなく最上階4階展望室到着いたします。行ってきます。うわすげえ晴れてる今日は。逆光だろ。今日のランチは久々に来ました。幸町、千葉の幸町
恵比寿屋です。孤独のグルメの五郎さんが来て、ニンニクスープとガーリックトーストおいしいおいしいって言って食べたとですね。はい、今日はここの恵比寿屋さんで食べていきたいと思います。